皆さんごきげんよう。前々回のセーブデータからプレイし直して戻ってきました。できるだけ全てのルートをご覧いただこうと思っているので、ボートに乗ったのが失敗だとは思いません。誰も見てないチャンネルですが、それが私のこだわりです。では参りましょう。前回でもお伝えしたように、録画ミスによる2度目のプレイです。
こういうシンプルに強い能力は好きです。さて、湖の東側、もしくは西側、どちらか片方に決めて移動するのもいいですが、このエリアに関してはコンパスを頼りに移動してみようと思っています。Look!
多分見つかったら負けです。敵ヴァンパイアの最も恐ろしい点は、他の特殊能力ではなく、なんといっても片手武器のスキルだと思います。能力そのものも強力ですし、左手でドレインを使っていると右手の攻撃が速く、回避するのはほぼ不可能です。さらに回避しようとしても、周囲にまとったコウモリが邪魔で、ほとんどモーションが見えません。ヴァンパイアのもともとの索敵能力の高さに加え、敵全体の索敵能力も強化しているので、一体ずつ処理するということが対ヴァンパイアではとても難しいです。そして囲まれたら、そこで試合終了です。攻撃力が高い反面、攻撃されると脆いというのが、私を含めたヴァンパイアの特徴かもしれません。ちなみに、ある程度の距離を保てる広さでなら、最高位のヴァンパイアでも2体までなら同時に戦えます。本当です。でも彼らは大体建物の中にいるんですよね、ということにしておいてください。
寒くなる血が私に流れているとは思えませんけど。フラフラっと出てきたので、やっちゃいました。もう一度戦います。
wait to count out your coin. Thank you.
今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。